先輩方、私がしっかり確認してきた。かなり困惑している。まさかこれほどまで変わっていたとは思いもしなかったということだ。非常に言いにくい、非常に言いにくい状況になっている。もちろん全て時空テロリストの仕業による結果ということだけは理解しておかなければいけないということだ。私はたまに聞かれることがある。時空テロリストって何ですかと聞かれることがあるが、都合よく過去を変え、そして未来を完全に違う形に変えるために存在しているテロリストだと言えばわかるであろうか。その時空テロリストが原因で完全に未来が変わってしまっていたということだ。先輩方には正直言いたくない、かなりショックを受けるだろうから、正直言いたくはないんだが、先輩方、どう未来が変わっているのか聞きたいであろうか。第三次世界大戦の戦勝国も違っているし、残念ながら日本の領土も変化があったということだ。狭くなったということだ。先輩方、私は時空政府から命令された、何としても元の時空に曲げるようにと強く命令されている。もちろんできるかどうかはわからない。しかしやるだけのことはやるつもりだ。先輩方、改めて言うんだが、覚悟していてくれ。いいな。今日のところは以上だ。